ルフェヌロンとは、昆虫性調整魚材の一つ。キチン質は、節足動物の外骨格の構成成分であり、発育器に合成される。ルフェヌロンなどのキチン質合成阻害薬は、キチン質の合成を阻害することにより、幼虫の負荷及び脱皮を阻害する。報告されている有点、LD51 はそれぞれ摂氏174度、2000mg、kg。 CAS 登録番号は103,055から07から8。臨死目、伏しだに、未完黄色アザミウマに対して使用するため農薬として販売されている。主な商品名はマッチ入剤である。犬や猫では、のみの駆除のために傾向投与される。主な商品名はプログラムである。販売は終了になり一部の国を除き、入手できなくなった。 動物プランクトンに対して毒性であるために、ルフェヌロンは、スウェーデン科学品庁は提案した、殺生物剤の禁止に含まれていた。2009年に、欧州議会で承認されたために2009年1月13日から、使用禁止になった。ドラックス、シナニムズプロパティーズミルン、GWAA ド、アシュゲイトップブル CEO、ブルックフィールド2000、ピアニッシモ、1280、 ありがとうございます。